ワンモアタイムでいこうか。今のはさっきのはなかったことにして、こうあまりにも自分の運転がうまくいきすぎてたんで、それにちょっとうっとりしてた。2分42分、あ、3分か。じゃあつまり3分、3分やな。あ、スーパーブロック。今回の警察は、よし、華麗にかわす。アクセルとブレーキを巧みに操って、さっとかわす。さっと茹でて、放り込む。前も来たな。さっきも来たな、これ。こう、だんだん、あ、来てる、パトカー来てる、パトカー来てるけど、パトカー来てんの、何事もなかったかのようにかわす。しかし問題は時間や。今回はあれやな、パトカーは弱いけど時間が結構厳しいっていうタイプの逃走劇やな。ここを突破するのはすごい申し訳ない、申し訳ないが、でも、こう、できるだけ犠牲を出さない、犠牲を出さない感じでいく。そうか、もうあと1分49分。おお、避けれるな。あ、避けれない。避けれない場合は破壊していくと。この2択で今年も残りわずかですが頑張っていこうと思ってます。どれか届くらいやろ。やばい、大物来た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 、おい、ん？どこや？え？あ、よかった、こっちか。また残された道はあったということか。よし、ここをなるべく何事もそしらぬ顔で今日やってるみたいな。だんだん当たりが激しくなってきたな。ん？警察はそういうスタントが好きなんやな。こいつがラスボスか。ラスボス、ラスボスを離す。引き離す。やばい、バイクめっちゃ速い。よっべ、おい。民間人は悪くない。悪いな、私。それ宝石奪った、宝石奪ったっけ、そんな。それ奪ったわ。あー、こんな喉が痛い時に。お、巻いたか。あ、な、あ、これ、前方にこういうのあんねや。お、やばい、変なとこ入っちゃった。ここでターボ、あっと、くそ、引っかかった。やばい、時間がない、時間がない。なんだ、今までなかった感じの。ほらよ、バッカみたいにで、ここって大丈夫な？お安い御用だ。銀行での初仕事としては悪くない。最初にして最後の仕事だな。派手な生き方に毒されちゃまずいな。重みのある言葉。あ、ゲームパッドね。運転中ゲームパッド見てる暇ないからだ、正直。久々やな。現時点で署が被った損害は高級スポーツカー、囚人護送車、それに電子機器を満載した配送トラックだ。間違いないか？ベルペッパーエメラルドは？なんだと？あの数十万の宝石のことか？うちの署を破産させる気か？なぜそんなことになった？パパラルド一味に潜り込むためだ。ちゃんも仲間だった。パパラルド一味に？パパラルドといえばもう何年もマークしてる連中だ。となれば、ちゃんは用済みだな。よーし、お前に頼みたいことがある。ちゃんの幹部たちを挙げるための証拠をカメラにバッチリ収めてきてくれ。連中を引っ張ってくれば、もしかするとちゃんを売るやつが出てくるとも限らんしな。カメラを買わないとな。これ以上の出費は許さん。通信端末のカメラを使え。もしわからなければ、フィリップスに聞けば教えてくれる。フィリップスって誰？いやー、通信端末についてるカメラのことを教えてくれないか。そんな機能は初耳だ。あら、それは変ね。ちょっとこちらからチェックさせて。なるほど、ソフトウェアが古いのよ。すぐ更新してあげる。これでいいわ。ついでにいくつか着信メロディーも入れといたから。どう？ありがとう。ちゃんの幹部を捕まえる証拠写真が必要だね。簡単
んよ。見通しの効く場所を確保したら、あとはカメラの指示に従うだけよ。バカでも使えるわ。エリー、容疑者の代わりに自分の顔しか撮れなかったよ。フランク犯人は例外ね。気持ちいいな、この車。この車が一番今のところ使いやすい。今までで一番使いやすいな。ちょっと悪役の名前が結構いろいろ出てきて、もう頭がこんがらがってて、早1週間。ほら、このカーブ、コーナリング。完璧やな、この車。スポーツカーが一番使いにくいかな。思うに。うわぁ、夕日綺麗やな。ほら、全くぶつからずにここまで来ることができた。アンロックしました。監視カメラ。まずは今日の取引の予定を探って、てか上の方登れって言ってなかったか。上の向かいにあるラーメン屋で張り込めば、昼飯に来た連中の話を盗み聞きできるな。あ、そういうのあったな。全然使ってなかったこの機能。そうなるものなのかな。ここら辺面白い人が結構多いから楽しいはず。登るのはなんかここら辺にカメラがあったよね。どこやろ、どっから登れば。あ、捕まる場所がある。ここだな。うん、あれ、思いがけずこんなとこに着いた。56、スーパーブロックがある。うん、あ、これはカラーチャージャー、名前忘れた。これがあるってことは何かしら色を変えろってことか。なんであれはって言われた。ほら、うん、一瞬パトカーが何かを追っている。グラップルガンと違ってこれは反応してくれるから面白いな。グラップルガンは当たっても全然無反応だったかな、みんな。これでまた新たな自由を獲得できたって感じだな。これか。ん？違うな。狙い方どうやったかな？違う。これか。こうか。ほら。ん？あれ消えた。あ、え？あ。でもこれだけか。すごい慌て方。これなんて書いてる？これ電子部品とかそこら辺の店かな？いいぞ、思った通りだ。すごい注射の仕方や。よし、他になんか聞ける場所ないかな、この周辺で。あ、なんか今度はどうしたの？信用してくれないって俺を責めるんだ。直接言われたの？いや、日記に書いてあったんだ。よし、野郎ども、今週もやってきたぞ。車を盗ませてる連中に金を払わんといかん。だからよく聞け。ピンは漢方薬局のバルコニーでレイと待ち合わせだ。リー、
チャンのとこの路地でボビーが待ってる。フェンはリムジン会社でブレイクからレアな車を受け取れ。分かったらその口を一切開くなよ。よし、かかれ。自分たちで車を盗んだ方がよっぽど儲かるんだよな。三つの犯行現場を押さえなきゃならないな。ちょっとね、覚えきれないな。待てよ、高いところからはどうだ。公園にある塔の上からなら3箇所全てが見えるはずだ。高いところはワクワクするな。登場人物がね、いろいろ出てきすぎて、全員顔がレゴやから、もうわけわからんことになってるな。どこを覚えればいいか。あ、ダメか。ちょっと待って。一瞬乗らせといて。奪うっていう。早っ。なんかさっきの車の車だいぶ早いな。おっと、これでも登れそうやな、この壁から。ほら、この車無理か。無理は予想。いや、そこまではいかなくていい。と、無駄に、あったー、さようなら。これ、裏なんかあるでしょ。裏なんかある。ほら、スタッドが手に入った。いいね。こっから写真か。まずはピンが漢方薬局に着いたか確かめよう。ピン、あ、ピンってあれね。犯罪者のやつね。さっき言ってた。ゲームパッド見て写真、あ、ゲームパッドに今、カメラ映ってます。OK かな？ 1 枚目のアップロード完了。我ながら奴の悪さがよかったみたい。これでピンを盗難の罪で引っ張れるぞ。お次は、路地のリーダー。路地ね。路地裏ね。これもこっからで大丈夫かな？あ、いた。で、あとは？現場を押さえたぞ、リー。悪い奴だ。あとはフェンが盗難車を受け取る現場をカメラに収めるだけだ。オッケー。あとはフェンが車をなんやかんやする場所を撮るだけやな。いいんちゃうか？まずいピンボケだ。フェンはわかるが、車が何？もっと近くから撮らないとな。チーカーのカーチーから撮らないとあかんのか。さすがに近づきすぎたわかんな。あ、うわ、何事もなかったかのように。はい、構えて。オッケーね。大丈夫。ない、盗難車だ。え？何？逃げよ。これ逃げたらどうなんだろうというか。だってこれ車でさ、全員これ引き殺したらどうなんだろう。それありじゃね？よし、車で一気に潰そう。やっぱやることはこれでしょ。なんかいまいち迫力出ないな。いまいち迫力が。こいつらしぶといな。盗難車をさ、この段階から破壊するっていう、めっちゃ強いやんこいつら。うわ、破壊できない。これ常に引きずっと引いてるわけ。引くことは無理やねんな。常に復活すんねんな。ほら、これ破壊、これ盗難車やろ。これをさ破壊するのは無理だから。
破壊できないタイプの車なんかやっぱり最強じゃんこれ。ほら最強やんこの車。でもさすがにこれ池に落としたらまずいことになるんちゃうかな。ちょっと池に落としてみますね。よし、どうや、お破壊できた。盗難車を回収不可能な状況にしてやりました。よし、じゃあこいつらを、あれクソカウンターが出たー。これ前と同じ決め方やな。でマケイン所長、アップロードされた写真を見てるとこだ。こんな腕じゃ結婚式のカメラマンは務まらんな。だがまあ証拠写真としては十分だ。一応褒められてるのか。とにかく映ってる連中は逮捕する。すでに潜入捜査官を向かわせた。ちゃんに何を聞かれてもシラを切り通せ。逮捕した連中からちゃんに不利な証言を得られるまで奴に警戒されたくないからな。了解。アンロックしました。カメラ、うん、カメラモードになるね。でこれあんま使わんな今は。いいや、どうせねこうゲームが録画はできないんでね、ゲームパッドの方は。で次はどこに行けばよろしいのでしょうか。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、お兄さん、アルバムはそうか、これ今別に関係ないよね。所長の話あんま聞いてなかった。いつも聞いてないけど今回は特に聞いてなかった。あれ勝手に過ぎた。ちゃんとした仕事、一人引かれてるんで。お、乗ってく。運転手、俺は知らない。心配するな、俺の部下は間抜けばかりだが。お前は違う、だから気に入ってるのさ。積んでるやん。意味じゃないぞ。何か用事か。ああ、仕事をやろう。クレセントパーク埠頭に向かってくれ。急げよ。オッケー。ずいぶんとご丁寧に。急ごう。あ？なんだかここ。なんだここは。サービスエリア的な感じ？こんな場所に？どうして？ボタンがある。動かない。え、マリオのやつや。ぷくぷく？あ。うわ、ぷくぷくやん。ぷくぷくやっけ。よし。怖いな、この場所も。てか、なんでこんなとこに、海が？これ、海岸線近くやっけ。ここら辺にいい車落ちてないかな。あ、トイレが。トイレ破壊したらまずいやろ。せっかくサービスエリア立ち寄ってトイレなかったら。めっちゃ困るやん。まあ、レゴやからな。公園はね、ちょっと迷惑やな。車で来るには。ここか？これボートあるやん。これさ、ボート乗れるんじゃん。え？乗れる？これ。あれ乗れない？乗れないんや。これだけ運転できない？操縦か運転か。絶対できると思ったのにな。
いずれできる時が来るんだろうか。来る。釣りでもやるか。こういうので結構レアアイテムが手に入ることもあるからな。あ、さっきのやつや。おお、ほら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 。これが手に入った。あ、そういえばこれ全然最近変えてないな。なんか街中にも変える場所があるみたいなんですけど、こうスーパーブロックをケチってしまってね、なかなか組み立ててないのよね。進める。もう着いたか。ああ、本来はフェンの仕事だ。え、もしかして今からこれ乗るんじゃん。いや、フーやピンもだ。コーヒーでも飲んでるとか。俺のコーヒーがまずいとでも言うのか。違うな。何かが起きてる。とにかく今使えるのはお前とここにいるクズどもだけだ。まったく。とにかく一番頼りになる部下がいないからにはお前に働いてもらうしかない。何をすれば。詳しくは後で話す。誰にも知られたくないからな。まずは不当で俺の船に乗り。ほら、来た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 。ちゃんのボートでアポロ島に来たー。ちゃんは偉い。え？あ、よかった。カットしてもう着くんかと思った。アンロックしました。この時をずっと待ってた船。そのまま、色が。そのまま進むのはもったいないな。ちょっと寄り道していこうかな。おー、すげー。これジャンプできんのかな。お、ジャンプできる。まあジャンプあんまり使わんか。カメラがちょっと低いな、カメラの位置が。頑張って。これか、ターボはないのね。これで行ける場所がぐんと広がるんじゃないか。これ一回船手に入れたら乗り換えるというか。あ、いける。ほら、いけるいける。一応こっちにしとこうか。なんか後からいろいろぐちぐち言われたらめんどくさいからな。ターボない、船によってはあんのかな。どうなんやろ。広すぎるな。広すぎる。普通に行くか。普通に行ってる間でもなんかいろいろ発見できそうやし。うわ、綺麗やな。そっちじゃない。ほら、こっち。あ、見えない。橋が見えない。橋、この海の上でもこういろいろ破壊しながら行けたらいいんやけど、あんまり破壊するもんがないな、やっぱ海の上は。これな、いかにも飛んでほしそうな。うおー、あんまりよく分かんなかったな。ターボがあれば面白いかな。これだけやとよくわからんな。まあ優雅に海の上を楽しもう。まあレゴシティアンダーカバー買ったのは、まあ、これをやりたいっていうのが目的やしな。違うけど。昨日は鼻詰まりやったけど今日は喉の痛みやな。喉痛みアピールしとこわ。大抵のミスは喉が痛いっていうことで絡めて考えておけば大抵許されるからな。でも遅刻の理由には使えないからな。喉の痛みっていうのは腹痛とは違って。ここら辺寄りたいポイントあるな。ちょっと待って、ここら辺なんか面白そうやな。でもなぁ、歩いて行ったら、あ、おっと、これ、行けるか？行けるよな。お！すごいジャンプした、予想以上に。歩いて行くにはめんどくさいからな、ここら辺。船残っといてくれよ。
戻ったら何もないとかやめてくれよ。あー、やっぱりか。まだ行けない感じかな。やっぱ行けないな。あ、これだけ行ける。お、スーパーブロックゲット。スーパー、これは、1000か。1000はしょぼいな。これも1000やな。あれ、ちゃう。1000、これ1000じゃない。なんや、今の。豚？蓋？なんか奥にないか？なんか奥にありそう、あり。なんもない。無駄に広いけど。これ扉。でも大抵扉開けれないからな。レゴブロックの世界では。なんか船消えてそうで怖いな。なんか急に、どっからともなく人が現れる世界かな、ここは。だから急に車も消えても、車とか船が消えてもおかしくないからな。あるじゃないの。あるじゃないの。いたいたいた。いた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 し。ほい。めっちゃジャンプするやん。よし。ここの水は、汚いかな。あ。あ、もしかしてこれ、やっぱまた街並み変わった。これベネチアやな。これはイタリアでしょ。で、まあ、通り過ぎるだけ？あ、通り過ぎるだけなんや。まあ、またなんかあるでしょう。今目指している場所は、島やね。なんだ？あの豪華な船は。ちょっと、待って。エリーか？またちゃんの仕事だ。今度はスポーツカー1台じゃ済まなそうだ。今、アポロ島に向かってる。レックスのやつ、ちゃんに何をさせるつもり？さあ、わからんな。だが何かでかい手がかりがつかめそうな気がするんだ、エリー。詳細がわかったら知らせるよ。さすがにこの船を見過ごすほど、ロマンは欠けていない。いや、でもよく見たらただの漁船やったな。あんまりかっこよくないな。なんかこのマストがなんかすごい海賊船っぽかったから乗ってみたけど、横から見たらただの漁船やった。しかも結構あるし。運転手、アポロ島に着いたか？ええ。よし、お前に盗んでほしいのはムーンバギーだ。どうしてアポロ島に行かせたと思う？アイスクリームを買うためか？だとよかったな。いいから宇宙センターに潜入してムーンバギーを盗み出せ！変装しなきゃ宇宙センターには入れないな。と、チャンはやっぱりあれやな。面白いから、人気キャラ投票のランキングとかでしたら絶対上位に入りそうな感じやな。ちょっと待って。これは、あれ？撃てない。ん？うまく当たらない。あ、ちゃうわ。狙えるんか。よし。黄色で当てたみたいやな。4分の1か。ありそうで何もないな。では、これとか。ちょっと待って。倒れた、傾いただけで爆発するからな。あ、開いた。これ組み立てれるな。あ、これ。これで。あ、でもそれ、あれや。
これって結局あの警察署で買わないとあかんねやんな、ほら。うん、そうやな。とりあえずこれだけゲットした。精肉店のなんか、精肉店の店員をゲットしました。すごい目つき悪いっす。不機嫌です。目つきが悪いんで。ピロピロ言ってる。ピロ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 言ってる。何がピロピロ言ってんやろ。ピロ式くらいしか知らんからな、ピロがつくものと言ったら。よし。これはまた自然豊かな、いかにも島みたいな、島感がすごいな。ちょっとこの道が舗装されてない感じとか、だいぶ島感を忠実に再現されてると思う。ドン。やっぱりこういう島ではこう他人のものを破壊するっていうことはよくあることやからないけど、こんなことしてる場合じゃないね。目的はちゃんと、目的をちゃんとしとかないと何事も達成できない。ちょっとも寄り道しようか、どうせやし。寄り道してる間に何か面白いことがあるのが人生やからな。なんもないやん。そう考えるのはまだ早い。そう思ったでしょ。私もそのうちの一人。ほら、この車をはしゃいでる。お？噂には聞いてたが、やっぱりあれか。マリオを意識してるんやな、このゲームは。ほら。めっちゃ思いっきりそれやん。思いっきりマリオやん。これ、この看板は、よくわからない。ちょっとくしゃみが出そうやな。鼻詰まりと、喉の腫れと、くしゃみ。はぁ、いろいろ来てるね、この、2014年も、もうすぐ終わりですけど。明日休みなんでね、ゆっくり外で遊ぼうかなと思ってます。将来有望な宇宙飛行士の訓練兵を引き殺してしまった。罪悪感でいっぱいや。もう飛び立つしかない。こんな飛ぶとは思わなかった。驚いたせいでくしゃみが止まった。ここは落ちたらまずいな。まずい。チキンレース。ちょっと待って。また鼻で息ができなくなってるから、今口だけで呼吸をしている状況。とりあえずじゃあ今日は、あれ？もしかしたら宇宙服が見つかるかな。それなら最高だ。宇宙服探してるんやっけ今。目的をいつも回してるんや。ここはチャンチュアンの命令に従って、宇宙服より目的地や。もう決まった。あれ？矢印がさまよってる。フライングダッチマンや。フライングダッチマン現象になってる。あ、ここでいいんか。そうか、ここでいいんやな。いつもいい加減なことしてるから、こういう時に困る。よし、侵入成功。あ、とりあえずカラーを変えたら撃つっていう、これ常識。これ組み立てれるな。あ？まだ部品が足りないんかな。あ、いけた。これは何やろ。
これなんや？あ、宇宙服のクローゼット？クローゼットちゃうわ。棚、チェイス・マーケン宇宙飛行士。あ、これ新しい変装か。ディディン、ディディン、ディディン。くるくるくる。お。やばい、一番可愛いかもしれん、これ、今までで。全然、ほら。ほら。後ろ。うわ、すっげえ。めっちゃかっこいい。ういやっば。見てこの、ファルコやん。スマブラの。ほら。ほら、見て。うわ。うわ。殺した。え？蘇生もできる。うかっつ。やっば。やばすぎる。とりあえずやばいを連呼しておけばいいみたいな、そういう風潮は僕は許さない。よし。奥はどうせ行けないでしょう。ほらね。でも目的は、上やっけ？上か？これ手に入れたことによって、結局これは何ができるの？これ。ただの攻撃？そんなわけないよね。麻痺させる。あ、これか。これを、やばい、目開けたまま倒れてる。だいぶ危ない。え？ん？なんかすごいエリートっぽいな、この、ここら辺歩いてる人。あ、え？方向を選んで。何これ？何しろって？あ、わかった。あ、これでいいんか。プン、プン、プン、プン。これでいいんか。ああ、なるほど。めっちゃむずいやん、これ。全然わからなかった。ああ、すごい。なんか降ってきた。よし。これで壁キックやな。ああ、その前。いろいろ組み合わせてくるね、さすが。よし。いつの間に青にしたんや。まったくすごいな。いつの間に青や。いつの間に青のやつ。なんか猫の声聞こえなかった？あ、これもしかしてスターリンじゃん？ほら、スターリンや。ダイナマイト、あ、スターリン破壊したってこと？打倒共産党、よし。ん？ダイナマイト。ここら辺はないな。なんか向こうも行けそうやな。これ、え？いろいろアクションを要求してくるタイプのやつや。いけるかな？え？猫の声聞こえる。猫どこ？猫に興味ない。猫。目的地に着きました。しかもここ意外と滑らへんし。逆方向。よし。なんかめっちゃ猫の声聞こえるけど、どうしたればいい？うわ。いろいろ突っ込みたいな。なんかピコピコしてらっしゃる。うわ、猫が気になる。本当に猫なのかな？猫じゃない何かやったらどうしよう。これ、あ、宇宙飛行士。なんか精肉店の店長、店員と宇宙飛行士似てるからし。あ、じゃあ、今日はここまでにしときます。ご視聴ありがとうございました。次回はすごく面白い展開になるぞ。絶対見ろよな。次回どうなんやろな。では、お疲れ様でした。